積分法、積分法、積分法は、微分法と共に微分積分学で対応なす主要な分野である。実数直線上の区間 A、B 上で定義される、実変数 X の関数 F の定積分、独、ベスチムットインテグラル A、デフィオネットインテグラル、フツ、アンテイグラルディフィニーは、略式的に言えば F のグラフと X 軸および、 x イコール a と x イコール b で囲まれる、在平面の領域の符号付け面積として定義される。積分、インテグラルという術語は、原子関数すなわち、微分して与えられた関数 f となるような別の関数 f の概念を指すこともあり、その場合、不定積分と呼んでのように書く。 積分法の原理は17世紀後半にニュートンとライプニッツが独立に定式化した。微分積分学の基本定理の発見により、それまで全く別々に発展していた積分法と微分法は深く関連付けられることになる。定理の主張は F が閉区間 A、B 上の実数値連続関数ならば F の原子関数 F が基地であるとき、 その区間上の F の定積分はで与えられるというものである。こうして、積分と微分が微分積分学の基本的な道具となり、科学及び工学において様々な応用がなされた。微分積分学の創始者たちは、積分を無限小の幅を持つ区形の無限和と考えたが、数学的に厳密な積分の定義を与えたのは、リーマンである。その定義は、 曲線で囲まれた領域を薄い短冊に分解して、領域の面積を禁じする限定的な手順に基づくものであった。19世紀に入ってから、より洗練された積分の概念が現れ始め、積分が行える領域や関数の種類が一般化されていく。線積,積分は2変数や3変数の関数に対して定義され、積分区間 A、B を平面や、 空間の二点をつなぐ、ある種の曲線で置き換えるものになっている。同様に、面積分は、曲線ではなく三次元空間内の曲面を考える、ことで得られる。また、微分形式の積分は、現代的な微分幾何学において、基本的な役割を演じる。これらの積分の一般化は、元は、物理学の要請から生じたものであり、多くの物理法則、 特に古典電磁気学の諸法則の定式化に重要な役割を果たした。これらを含め現代的な積分の概念は様々に存在する。最も流布している積分論はルベーグの創始したルベーグ積分と呼ばれる数学的な抽象論であろう。図形の面積や体積の急積法は特殊なものに限れば古代からいくつも知られており、 その起源は定かではないが、積分法の起源としては古代にリシアの数学書、ユークリット言論にもある、取り尽くし法、積人法、作いずる法、A、メソッドオブイグゾアスチャン、フッツ、モットードゲアンスイエン、ドク、イグゾアスチャンゼメスド、ヘシャゲ、メシダスイグゾアスチャナブスなどのいくつかの技法に求めることができるだろう。取り尽くし法は、ある領域の面積を、 無数の三角形で覆い尽くすことによって求めようとするものである。古代イギリシャでは三角形を最も基本的な図形と捉えていたため、このような三角形による旧積法が盛んであった。しかし例えば、放物線、古くは放物線ともがある弦によって切り取られる面積を計算するような場合でさえ、いくらやっても三角形で覆い尽くすことはできないため、実際には、 ほとんどの領域で無限和の計算をすることになる。この困難に対してアルキメデスは、今でいうイプシロンデルタ式の論法によりこの問題を回避したようである。時代が下り、17世紀になってライプニッツとニュートンらにより、微分法が発見されると、極めて技巧的な手段に頼っていた旧石法は、原子関数と微分積分法の基本公式による一般的な方法で解かれることになる。 18世紀にはベルヌーイラやオイラーなどによる無限小解析の発展、整備によって計算技巧は大いに発達したが、19世紀にハイルとフルーリエ級数の厳密な研究などを通して、初めて積分自体の意味を問わなければならない状況が生じるようになった。実際、積分の厳密な定義はリーマンによって論文、 任意関数の三角級数による表現の可能性について、1854年の中で最初に与えられた。20世紀に入ってすぐ、やはり、プーリエ級数についてなど様々な解析学上の問題に襲撃されて、ルベーグは面積や体積とは何かということについて深く考察することにより、速度論を展開し、現在ルベーグ積分論と呼ばれているものを作った。 リーマン積分可能な関数、ただし抗議積分は含めないは、ルベーグ積分可能であるという意味では、ルベーグ積分は、リーマンのそれの一般化になっている。ルベーグが、速度論を用いて展開した、ルベーグ積分は、彼の速度論が持つ極限との親和性と、抽象性から、確率論、ヒルベルト空間論、調和解析など、極めて広範な応用を持ち、これらは、物理学や、 工学などで基本的な道具として用いられることとなる。ルベーグ積分以後も、さらなる一般化がされた積分法がいくつか存在する。積分は実用上の様々な状況に現れる。水泳プールが区形状で、底面が平坦かつその長さ幅及び深さが分かって、いるなら、プールに張ることのできる、水の体積やプールの表面積やプールの円の、長さを容易に求めることができる。 しかし、プールが、乱形、楕円形の丸い底面を持つ場合には、そういった量はどれも積分を用いる必要を生じる。実用上は、こういった、自命な例では、近似法を用いれば十分であるかもしれないが、例えば、任意の領域の精密工学ではそれらの要素の、厳密地そのものが要求されることになる。手始めに、X、イコール0から X。 イコール1までの間でによって与えられる曲線を考えという問いを立てて、この未知の面積を F の積分と呼んでで書き表す。最初の近似として、各辺が X イコール0から X イコール1までと Y イコール F0 イコール0および Y イコール F1 イコール1で貼られるような単位正方形を考えると、その面積はちょうど1である。 実際には積分の芯の値はこれよりも小さい。近似区形の幅を減らせばより良い結果が得られるはずであるから、近似のための分点をと位置までにわたって取り、区間を横断的に5つの短冊に分け、各短冊の右上の短点を各曲線の上辺の高さに合わせていくと、それらの区形の面積の輪を取ることで、初期の積分の先ほどよりも良い近似値が、 のように得られることになる。一方、各短冊の左上の短点を、各曲線の小辺の高さ0に合わせた場合の、それらの区形の面積の和は同様の計算で近似値が0.5497となる。関数 F の値に隣り合う分点の差をかけたものを、無限個足し合わせることになる点に注意すれば、分点の数をどんどん多くしていくのは容易である。そうして分点が、 どんどん近くなるような刻み幅にしていくとしてもそれは真の値になることはない。5つの小区間を12に増やせば面積の近似値は前者の右上の端点を用いる計算の場合0.7036、後者の左上の端点を用いる計算の場合0.6203となりその差分はより小さいものが得られる。鍵となる考え方は分点の差に関数値をかけて 無限個足し合わせるということを無限に細かい、あるいは無限小の刻み幅に関数値をかけた足し合わせに読み替えることである。実際の積分計算に対しては、ニュートンとライプニッツによる微分積分学の基本定理、微分と積分の基本的なつながりを示す定理が利用される。これを先ほどの平方根関数の例に適用すれば、その原子関数に対し、 単に F1、F0 を計算すればよい0.1は区間0.1の境界である。したがって、この曲線の下側の面積の真の値は機械的にと計算することができる。ここでは、べき関数 Fx イコール x q 1に対する原子関数の一般公式 Fx イコール x q 1を用いた。 前述した通り、短冊に分割した計算の結果は分割数を増やすほどこの値に近づく。積分の記法は関数値 F、X に微分、微小変分と呼ばれる無限小の刻み幅、DX をかけた者たちの重み付き和を S を引き伸ばしたによって表したものと見ることができる掛け算の記号は普通は省略される。歴史的には、 初期の無限小を厳密に解釈する試みが失敗した後、リーマンが重み付き和の極限として積分を厳密に定義したものであって、それゆえに DX は差、つまり区間の幅の極限を示唆したものということになる。リーマンの積分法には区間の制限や連続性の要求などから来る欠点があったことを契機として新たな積分の定義が考え出された。 特にルベーグ積分は非常に柔軟な方法で速度の概念を拡張する方法に基づくものである。ルベーグ積分の気法は各地に割り当てられた重みが μ となるような関数値の分割から得られる重み付きはを示唆するものである。ここに A は積分領域を表す。微分幾何学で考察される多様体上の微積分には微積分でよく使われている規法に別な解釈を 与えることができる。この立場では Fx と Dx は微分形式オメガイコール FxDx として理解され、新たに外微分と呼ばれる微分作用素 D が導入されて、微積分学の基本定理はより一般のストークスの定理として述べることができる。ストークスの定理からグリーンの定理、ガウスの発散定理及び微積分学の基本定理が導出できる。 もう少し新しいところでは、超純解析のような、新しい現代的な手法を通じて、無限症が厳密な意味を持って再登場している。これらの方法は、黎明期の直感を正当化するのみならず、新たな数学を切り開くものとなった。これらの積分の概念の間には、差異はあるけれども、多くの部分では重なっている。例えば、楕円形の水泳プールの表面積は、 プールを幾何学的に楕円として扱って、無限小の和あるいはリーマン積分やルベーグ積分として計算しても、微分形式を備えた多様体として計算しても、結果として得られる根は、皆同一である。積分のきちんとした定義は、様々な仕方があり、それらのすべてが同値なわけではない。異なる定義が用いられるのは、そのほとんどが別な定義では、 積分が定義できない特別な場合に別な扱いを与えるためであるが、それだけでなくときに教育上の理由が介在することもある。最も広く用いられる積分法は、リーマン積分とルベーグ積分である。をなる実数とするとき、区間区間の分割とは、となる、点の組のこと、あるいはとなる、小区間からなる、集合のことである。核を、区間の分点、核を、 区間の小区間、または、切片という。また、分割の各切片についてを合わせて考えるとき、お点付き分割という。区間の点付き分割が与えられたときの形の和を、の点付き分割に関するリーマンはという。文献の個数を十分大きく、切片の長さを十分小さくするような任意の分割に関して、リーマンはの極限が有限に確定するならば、 その極限を関数のリーマン積分と称する。またこの時は、区間で積分可能、あるいは化積分、より厳密にはリーマン積分可能、あるいはリーマン化積分であるという。リーマンはリーマン積分に関連して、ダルブー、過剰、不足はダルブー、上下積分を考察することは有効である。区間の分割に対して、遠く時をそれぞれ、 分割に関するの下ダルブーは、不足は、上ダルブーは、過剰はという。この時、とすればが満たされることは明らかである。特に、が誘拐ならば、分割の取り方によらず各辺の値はいずれも、有限値となる。ダルブーの定理は、下ダルブーはのに関する上限、上ダルブーはの下限の存在を言うもので、リーマンはの極限に対してなる評価が得られる。 ここに現れたをダルブーした積分と言い,い、をダルブー上積分という、しばしばのようにも書かれる。すなわち記号的に、これから明らかなように、それらが相等しくとなることは、リーマン積分が存在することの必要十分条件であり、上積分、下積分のいずれかが存在しないか存在しても、一致しないときは、リーマン積分不能である。 リーマン積分は、広い範囲の関数や応用上重要な状況、及び理論的に興味深い状況では定義されないことも多い。例えば、鉄骨の密度を積分してその質量を得ることは、リーマン積分で容易に求められるが、その上に静止している鉄球にまでは適用することができない。これが動機となって、より広い範囲の関数を積分することのできる新しい定義が生み出された。 特にルベーグ積分は、重み付き和の重み付けの方に注目することによって、極めて柔軟な性質を持つに至った。ルベーグ積分の定義は、速度 μ を考えることから始まる。最も単純な場合は、区間 A イコール A、B のルベーグ速度 μ、A を、区間の幅 μ、A イコール BA で定義するもので、がって、ルベーグ積分は、競技リーマン積分と、 両者が存在する限りは一致する。より複雑な場合には、連続性も持たず、区間とは全く類似点のないような、高度に断片化した様々な集合も、速度を測ることができる。このような柔軟性を十分に引き出すために、ルベーグ積分は、重み付き輪に対して、リーマン積分とは逆なアプローチをとる。に言わせると、F のリーマン積分を計算するには、領域 A、 b を小区間に分割するが、一方ルベーグ積分は、実質的に f の地域を分割するものである。よくある仕方では、まず加速集合 a の指示関数の積分の定義をで与え、これを線形に拡張して n 個の異なる皮膚の値を取る加速単関数 s に対してと定める。ただし、加速集合 a たちはディスジョイントで、 A の単関数 S による像が定数 A であるものとした。E を加速集合とすれば、その上での積分をとおき、任意の非不値加速関数 F については、下から F を禁じする単関数 S の上限として、F の積分を定義する。さらに、一般の加速関数 F に対しては、それを正部分 F と不部分 F に分割して、F、 イコール FF に対しなるとき、F はルベーグ化積分であるといい、F の積分をによって定める。加速関数が定義される、速度空間が、極小コンパクトな位相空間、よくあるのは、実数全体のナス集合、R でもあるとき、速度はその位相と、適当な意味で両立する、もの、ラドン速度、例えば、ルベーグ速度などはそうを考える。そのような速度に関する積分は、 コンパクト大付き連続関数の積分から始めるような別な定義の仕方ができる。もっと具体的に述べれば、コンパクト大付き連続関数の全体は、ベクトル空間をなし、自然内装を入れることができて、その空間上の任意の線形反関数を連続にするようなラドン速度を入れることができる。したがって、コンパクト大付き箱関数における速度の値はその、 関数の積分によっても定義できる。そこから、さらに速度、イコール積分を、もっと一般の関数へ連続性によって拡張して、指示関数の積分として、集合の速度を定めるのである。これはの取ったやり方であり、また他にも、一定数の文献がこのやり方をしている。詳細は、ラドン速度の項へ譲る。誘拐閉区間、A。 b 上のリーマン化積分関数全体のなす集合は点ごとの加法 f グラム x イコール f グラム x とスカラー情報 αfx イコール αfx のもとでベクトル空間になりそのような関数に対して積分を取る操作はこのベクトル空間上の線形反関数になるこれはつまり 一つは化積分関数の全体が線形結合を取る操作に関して閉じていること。そしてもう一つのように、線形結合の積分が積分の線形結合として表されることを言っているものである。同様に、速度 μ を持つ速度空間以、e、上の実数値、ルベーグ化積分関数全体のなす集合は線形結合について閉じていて線形空間をなし。 ルベーグ積分を取る操作はその線形空間上の線形反関数、すなわちを満たす。より一般に、速度空間 E、流上で定義され局所コンパクト位相対、形状の局所コンパクト完備位相線形空間、ボルトに値を持つ、加速関数 F、E、ボルト全体のなす、ベクトル空間を考えるとき、各関数 F に対して、 ボルトの元もしくは記号を割り当てる写像で線形結合と両立する。つまり、i F、αfβ、g イコール α、i、fβ、i、g を満たすものとして、抽象積分を定義することができる。この状況下で、積分が有限、すなわち割り当てられる値が、ボルトの元であるような関数全体のなす、部分空間を考えても、線形性は保たれる。 このような形で最も重要な特別な場合が生じるのは、K が実数体 R、複素数体 C もしくは P 進む数体 Q の有限次拡大、大数体かつボルトが有限次元ベクトル空間であるときであり、また、K イコール C かつボルトが複素ヒルベルト空間であるときである。線形性に何らかの自然な連続性と、 ある種の単純な関数のクラスに対する正規性等を合わせて考えることにより、積分の別な定義法を与えることができる。このようなやり方をするものに、集合点上の実数値関数の場合のダニエル積分があり、またブルバキにより、局所コンパクト位相線形空間に値をとる関数にまで一般化されたものがある。積分の合理的な特徴付けについてはを参照されたい。 AB ならば、A を下場、B を上端とする、リーマン積分は、区間 A、B の分割から定まるリーマン和の極限として定義されるが、AB の時は、区間 A、B 自体が存在しないのでそのままでは、リーマン和も考えることができない。しかし規約として、AB の時はあるいはもっと記号的にである、ものとすることがしばしば行われる。この規約のもでは区間に対する、 可方性は、分点ガンマが、ガンマ A、A ガンマ B、B ガンマのいずれであるかに関わらず成立する。もっと一般に、向きつけられた D 次元多様体 M が与えられたとき、その向きを逆にして得られる多様体を M とし、オメガを微分 D 形式とすればが成り立つ。これに対し、ルベーグ積分の文脈では、R の有限区間 E イコール A。 b 上の積分とは e の指示関数解における反関数 dx の値であり ba ならば e は空集合で解が口頭的に例となるから積分値は例である。微分積分学の基本定理は微分法と積分法が互いに逆の演算であることを述べるもので連続関数を積分したものを微分すると元の関数に戻ることを示している。これにより 第2基本定理とも呼ばれる重要な規決として、原子関数がすでに知られている関数の定積分の、計算はその原子関数を用いて計算できるようになる。特に、これらの定理は、F が A、B 以上で連続である限り成立する。不連続関数や多変数関数への一般化は、必ずしも正しくないが、一定の条件下では様々存在し、例えば、 ストークスの定理などは、そのようなものとして理解することができる。無限区間における、積分、無限積分、無限大に発散する点を含む区間における、積分、異常積分、インプロパーインテグラルなど、極限により定まる。これらの極限値が、有限値に定まるとき、コーギリーマン積分可能であるという。一方、コーギリーマン積分可能でなくとも、 極限の取り方を限定するとき極限値が有限確定に存在することがある。例えばは、いわゆるの形の不定型であり、イプシロン、イプシロンの例への近づき方により、値が異なるため、コーギリーマン積分可能でない。しかしながら、イプシロンイコールイプシロンという特殊な場合にはとなる。このように上下から、同等の速さで得意点に近づける極限で現れる、値を、 コーシーのヌシチという、区間以外の積分領域を考えることもできる。一般に写像 F の集合 E 上で取った積分をで表す。この時、X として必ずしも実数でない他の適当な量、例えば R のベクトルなどである場合を考えることができる。不備にの定理によれば、そのような積分が逐次積分、類似積分として書けることが示される。すなわち、 重積分は座標ごとに順番に積分して計算することができる。1変数の整地関数の積分が関数のグラフと X 軸との間の領域の面積を表すのと同様に2変数の整地関数 F、X、Y の二重積分は関数の定義する局面 Z イコール F、X、Y と関数の定義域を含む平面との間の領域の体積を表す。 同じ体積はこの領域を表す三次元の定数関数 f, x, y, z イコール f, x, y イコール1の三0積分としても求められる。同じことはさらに変数の数を増やしても成立し、積分は高次元の超体積を表すことになるが、三次元より高次元の場合は視覚化は困難である。例えば、変長が四六五の直方体の体積は、 以下の二通りの方法で求めることができる。積分の概念はもっと一般の積分領域にも拡張することができる。例えば曲線や曲面を積分領域とする積分は、それぞれ線積分や面積分と呼ばれる。これらはベクトル上を扱うような物理学に応用を持つ。線積分は曲線に沿って評価された関数の積分である。 線積分にも様々なものがあり、特に平曲線に関する線積分を周回積分などとも呼ぶ。積分の対象となる関数は、スカラー上であるかもしれないし、ベクトル上であるかもしれない。線積分の値というのは、曲線上の各点における場の値に、曲線上の適当なスカラー関数、普通は誤張、あるいはベクトル上に対しては曲線における、 説ベクトルとの内積を重みとして書けたものの和である。この重み付けこそが全積分と通常の区間上で定義される積分とを区別するものである。物理学における簡単な公式の多くは全積分を用いることで自然に連続的な類似対応物に書き換えることができる。例えば、力学における仕事が力 F と移動距離 S との積、 ベクトル量としての天井石に等しいという事実から、天井や重力場のようなベクトル上 F 内の曲線に沿って動く物体に対して、その物体が場によって及ぼされる仕事の総計が S から SDS まで移動する間に受ける仕事を足し合わせると考えることにより、線積分で求められる。面積分は空間内の局面の上で定義される定積分で、 線積分の二次元的な類似ものである。積分される関数はやはりスカラー上かもしれないし、ベクトル上かもしれない。面積分の値というのは、曲面上の各点における場の値の相和であり、曲面を面相に分割することによって得られる、D ン和の極限として構成される。面積分の応用例としては、曲面 S 上のベクトル上 V、つまり S の各点、 x に対して v, x が、ベクトルが与えられているとき、s を通過する流体で、x における流体の速度が v, x で与えられる状況を考えればよい。流束は単位時間あたりに s を通過する流体の量として定義される。流束を求めるためには、各点で v と単位法ベクトルとの現状積を取る必要があり、その結果得られたスカラー状を 曲面上で積分したが、竜束の値を与える S は S の適当な向きの単位法ベクトル上。この例における流体の竜束は、水や空気の竜束あるいは電速や時速といった物理的なものを想定することができる。このように、面積分は物理学、特に電磁気学の古典論に応用を持つ。微分形式は多変数解析や微分幾化学及び、 テンソル論などの分野で用いられる数学的概念である。現代的な意味での微分形式は、その全体が外微分と草微積に関して、エリカルタンの導入した意味での外積代数をなすものとして理解される。R の回収号をおう上で定義される例形式、例字微分形式とは、単に、ここでは、おうむ上の滑らかな関数、F のことである。 R のメートル次元の部分空間、S 上での F の積分をのように書く、植え付きの数字は単に添え字であって、べき指数の意味ではない。微分形式の文脈では、DX から DX までを、リーマン和のように積分についている不調ではなく、それ、自体を形式的な対象として扱う。すなわち、これらはそれぞれあまりベクトル、位置形式。 相対ベクトルとして捉えられ、密度を測るものと考えることができる。したがって、一般の意味で積分することができる。DX、DX は基本位置形式と呼ばれる。微分形式に対する、くさび積は相線形な、情報で、基本位置形式に対する、交代性を満足するものである。線形性と結合性を用いれば、 この交代性から DXDX イコール DXDX が出ることに注意せよ。これはまた、くさび積を取った結果が向きを持つことを保証するものでもある。二つの基本一形式のくさび積として得られる微分形式を基本二形式と呼び、同様に DXDXDX なる形でかける微分形式を基本三形式と定める。以下同様に、 基本形式を定めるが、一般にキロ形式、キロ自微分形式とは、基本キロ形式に、滑らかな関数、F による重み付けを行った重み付きはを言う。すなわち、キロ形式の全体は、基本キロ形式を規定ベクトルとする、ベクトル空間をなし、その係数体として例形式の全体が取れる。キロ、形式同士の草微積は、基本キロ形式の草微積を線形に拡張した、 ものとして、自然に定義できる。R 上で、互いに、線形独立のあまりベクトルは高々、N 個しか取れないから、従って、キロ N の時、キロ形式は常に例に、等しいことが、交代性から従う。微分形式の演算には、くさび積に加えて、外微分作用素 D もある。これは、キロ形式を、キロプラス1から、形式へ移す、作用素で、 R 上のキロ形式をメガイコール F, d x への D の作用は、で与えられる、アルファは、キロ次の多重指数。一般のキロ形式へはこれを線形に拡張する。これを、もう少し一般にしたやり方で、自然に座標を用いない、多様体上の積分ができるようになり、また微分積分学の基本定理の自然な、一般化として、講義のストークスの定理と呼ばれる定理が得られる。 ストークスの定理は一般のキロ形式オメガに対してが成り立つことを主張するものである。ただしオメガはオメガの積分領域オームの境界である。オメガが0形式でオメガが実数直線内の閉区間である場合が微分積分学の基本定理にあたる。またオメガが1形式でオメガが平面上の二次元の領域であるときがクリーンの定理であり、 同様に二形式あるいは三形式と、こっち相対を考えて、競技のストークスの定理あるいは、発散定理を得ることができる。このように微分形式は、積分を統一的に後期ための強力な方法を与えるもので、あることがわかる。しばしば積分の理算版として、相和和分を捉えることが行われる。 例えば無限個の数の相加平均を積分として解釈して定式化することができるし、ルベーグ積分の文脈では数え上げ速度に関する積分として実際に相和が現れる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。